キャンプ行ったことあるんですけど、大人になってからだいたいコテージをいつも選んでたんで、大人になってからは初めてかな。しかも自分でキャンプ用品を買ってキャンプするのは初めてで、今埼玉県に向かってます。で今日はですね、まあ評価の Google 評価で良かったところで、なおかつ、まあ、渓流沿いじゃないキャンプ場を選んでます。渓流沿いのキャンプはテントサイトがね、渓流沿いのキャンプ場はちょっとまた慣れてから行こうかなと、目いっぱい楽しめる余裕ができてからそういう渓流沿いのキャンプはしてみたいなと思っております。この後まず高速降りてから軽く買い出しして、キャンプ場に向かいます。そんなにねキャンプハマるかどうかわからないので、基本的に揃えたものは安価なものですね。そのリストとかは最終的にこの動画内のどこかにまとめて、置きたいと思いますので、よかったらそちらも合わせてご覧ください。行ってきます。ダイソーで炭とかですね、ちょっと足りないもの、当日に使うだけのものを仕入れたいと思います。ダイソーに続いて、次は食料とか飲み物の買い出しですね。ヤオコー、すでにね荷物がやばいっす。車やばい。何がやばいって、やばい。はい、買い物が終わりまして、全て買い揃えて今からキャンプ場に向かいます。埼玉県の秩父ですね。でね、やっぱり荷物がやばい。思ってたよりも荷物がやばくて、3人で来たんですけど、1人はね、帰ってもらいました。はい、もうちょっとでキャンプ場着くんですけど、やっぱりコテージと違ってかなり山奥に入りますね。これ携帯の電波とかなさそう。舗装されてないような道を通ってるだとか、そういうのもまた一つの楽しみなんじゃないですかね。というわけでそろそろ着きます。はい、到着しました。先ほど受付を済ませたのですが、今日はですね、なんと貸し切り、私どもしかいないということで、入った瞬間に目を引いたのが、見てください、これが管理棟なんですかね。全部空き缶で作られてるそうです。すごい、わ、すごい、ハスコラみたい。じゃあちょっとこの後少し、あとここにね、ウサギがいるのかな。あ、いないか、ウサギちゃんがなんかいるって書いてあったんだけど、ほらウサギ今いないね。あ、いるいるいる、中にいるわ。ちょっと歩き回りますかね。キャンプ場の下の方にですね、川が流れてまして、水がかなりきれいですね。魚がいるみたいで、いるのかな、なんか釣りができるみたい。今日はね、そのテントが川沿いじゃないんで、次回行くときはこういう川沿いのキャンプ場に行きたいと思います。癒されるな、やっぱ川。見てよこれ、この景色。あ、いいな。ちょっと水触ってみます。あ、冷たい、まだ全然冷たい、飲める。じゃあ今から鬼門のテントを建てたいと思います。今ね3時15分ですね。3時15分で、で3人で来てるんですけど、3人ともテントをね建てたことがありません。何時間かかることか。はい、やっと人が住めるぐらいまで来ました。4時45分なんで1時間半ぐらいかな。ただね、そのうちのね30分ぐらいはペグ、これですね、これが刺さるとこと刺さないとこの運ゲーがありすぎて、だいぶ時間費やしました。なのでまあ風も強くないので全部は刺してないです。もうで、これがね、すごい便利で、セリアだっけ、セリア、セリア、100均の多目的ネット、
これが本当便利。これからですね、焚き火とあと単一電池を買うのを忘れてしまったので、それを買って本格的な家が完成するんじゃないかと思います。では、鯉がたくさんありますね。これ鯉、これは鯉じゃないか。釣りができんのかな。こっちは鯉だね。鳥がいますね。幸せの青い卵を産む鳥。こっちもたくさんいる。わあ、すごい綺麗、美味しそう。たくさんいる。わあ、美味しそう。卓球もできるよ、ここ。至れり尽くせりだな。風。すご。風吹いたらどうすんのよ。炊事場っていいですよね。炊事場の雰囲気好きなんですよ。なんか、哀愁漂いますよね。わあ、いいね。大きな釜がある。はい、はい、とりあえず完成です。薪も買ったので、ここでちょっと簡単にテントの紹介をします。テントとね、僕らが買ったものですね。コールマンのこのバーベキュー台と、あとこのテーブルですね。テーブルね、これ椅子付きで5000円ぐらいかな。ネットで、ほとんどネットで 4.0 以上の安いものだけ集めたんで、こういう鍋とかもね。危ない着火も。あ、ただね、このまな板とかはね、ちょっと動画映えを意識したので1000円ぐらいの買いましたね。あえてコースターとかもあるし、スキレット鍋とランタン。ランタンがね、もうちょい明るいのを買えばよかったなと反省してますね。2つ買ったけど多分明るさ足りない、これは。そして中、危ない危ない。これがクーラーボックス、結構デカめの買いました。で、エアベッド、これも意外に安いんですよね。これね、まあ、初めて今日キャンプやってみたんですけど、絶対に電動の空気入れはあった方がいいですね。やっぱりきついテント立てるのって、慣れてないんで。はい、こんな感じかな。まあ、あと細かいものは最後にリストにしてアップしますで、金額とかも載せて、いくらかかったとかそういうのも全部載せますんで、これからバーベキューの準備をしたいと思います。はい、や、炭の入れ方をですね、間違えてやり直してます。説明書ちょっと忘れたんだよね。もうやだ、入りたい。やっとのことで飯にありつけます。何時だ今、6時か。ここに着いたのが2時過ぎぐらいか。で、今日のためにですね、買ったこの銅のグラスですねと銀河高原ビールで乾杯ですね。あー、いいね、銅のグラス。はい、こんな感じです。ちょっとぼやけてんね。と、焼肉開始ですね。ちょっと3人だとね、このテーブル狭いな。風向きもあるんで、片方にみんなやっちゃってます。この後、夜が更けていくのが楽しみですね。いやー、うまいっす。ほんとおいしい。これヤオコーで980円の焼肉のセットだったんですよ。これ3人前はあるな。なんか昔だったらこれをそんなにおいしいと思わず食べていた気がするんですけど、今ね、すごいおいしい。で、この銅のコップですね、ちっちゃいんですよ、サイズ。買ってよかった、本当に買ってよかったです。紙コップで飲もうかなと思ったんですけど、お酒はね、美味しくいただきたいなと思って
買ったんですけど、すぐに冷えてくれてね、本当に美味しい。これはおすすめです。はい、じゃあステーキいきまーす。脂身は取りました。どうしようか、まあ、とりあえずちょっと見て、少し時間経ったら塩コショウとか振りますか。はい、塩コショウとニンニクを振ったので裏返します。ちょっと待ってよ、張り付いちゃってんな。焼き目は？ああ、いい感じ。うまそう。はい、ステーキちょっと結構焦げてるね。適当にブラックペッパーとニンニクをね、ニンニクチップスをかけると。はい、完成ですね。はい、じゃあできますか。このためだけに買ったまな板ね、雑貨屋さんで必死に探して。切りづら、あれ硬いな肉。うわー、いや、きすぎた。これ硬い、もうわかる、硬いってわかる。ウェルダンだな、ウェルダン。ちょっとね、今焼いてる最中にですね、ここの管理人の方に話しかけられて、ちょうどね、切ろうかなと思ったタイミングで来ちゃったんで、なんてことしてくれたんだよ、本当に。焼き具合見ますか。あー、ウェルダンだ。ウェルダンですね。これは、やっちゃいましたね。味見してみましょうか、この後。じゃあ食ってみます。真ん中のいいところ、あ、でかいな。味は結構あるはずだから。うん、うまい、うまっ。そして買った。はい、バター買い忘れた。しくったわ。ホイル焼きをやろうと思ったんですけど、このスキレット使って醤油とオリーブオイルでなんとかごまかします。隣はですね、味噌汁を作ってます。本当に楽しくて楽しくて楽しくて、この後ですね、ある程度食べ終わったら焚き火をしたいと思います。見てください、これだけで楽しさが伝わりますよね。結構お腹いっぱいになってきましたね。うまそう。見てください、この寂しげな炊事場、いいですね。いや、この時期ね、すごい寒いんですけど、虫が全くいないから、それはいいなと思いました。ほんと寒いですね。周りこう照らすとね、真っ暗なんだよね。炊事場が近いおかげで見えないですね、何もね。だいぶ快適ですね、寒さ以外は。この感じ良くないですか。ちょっとみんなにどいてもらって、見てください、この感じ。いい雰囲気。うー、かわいい、いい雰囲気。またここでも銅のコップがね、映えますね。月とね、星がすごい綺麗なんですけどね、ちょっとやっぱりこのカメラじゃ見れないですね。この星空は君のためにあるんだよ。ねえ、聞いてる？涙なんか
流してたらこの星空に沈んじゃうよ。はい、とりあえず食事が落ち着いたので焚き火を始めました。今何時だろう。まだね、9時前なんですよね。ここから1時間ぐらい焚き火をしつつお酒を飲みながら、夜を明かしたいと思います。たまらんすね。現在10時前ぐらいですね。だいぶ落ち着いてきましたけど楽しいですね。まだで結構キャンプ場によってはチェックアウト時間が遅かったりするんでまだまだ楽しめちゃいますね。焚き火もねまだ結構薪が余ってるんでもうちょっとしっぽりと飲みたいと思います。ただシャワーにねシャワーのなんだシャワーがまだ使えないみたいでそれがちょっと気持ち悪いですけどなんか楽しんでたらシャワーとか浴びるのめんどくさいですね。むしろ楽しい。はい、チキンラーメンですね。締めのチキンラーメンと味噌汁、これを食べたら寝ようかなと思います。10時半ぐらいですね。明日朝早く起きてまた気力があれば朝ごはんなんか作れたらいいなと思います。ではおやすみなさい。現在ですね朝の5時になろうとしてるんですけど12時ぐらいから寝始めたのですがあまりにも寒くて一応ヒートテック2枚とセーターとジャンパーで下は、下も2枚ですね。下も2枚入ってで掛け布団2枚かけてたんですけどあのエアベッドが空気抜けて地面から来る冷えが半端じゃなくて寒くて半端じゃなくて寒くて半端じゃなくてで結局今寒すぎて車の中に逃げ込みました。この中で仮眠取ります。おはようございます。結局5時ぐらいに起きてそこから眠ることができずにですね現在6時ですね。いやきつかった。これがエアベッドっすね。もうこいつこんなで一応お湯沸かしてチキンラーメン食おうかなと3人分をねお湯沸かしてます。はい、こんな感じですね。ちょっと、デジカメの電池もないんでこれで一旦終わろうかなと思います。初めからうまくいきすぎてもあれなんでね今日は寒すぎて眠れなかったっていうこととバター買い忘れたことが一番でかかったかな。あとそうだエアベッドの空気ですね。空気入れ、電池を買い忘れたことですね。それが本当に痛かった。では、次のキャンプでお会いしましょう。また！